上部下が、重心全体を示す。銃砲心は、銃砲の主要部品の一つ。細長い円筒型で、その中を弾丸が通過する。銃のものは、重心、砲のものは、方針という。英語からバレ,るガンバレル、頑張れるとも。バレルは、本来は、損の意味で、損の製造技術を応用して、方針を作ったことに由来する。金属板を、 円筒型に並べたがをはめ、隙間を溶かした金属で埋めて作っていた。それ以前は、亀の製造技術を使って、製銅を鋳造して作っていたので、非常にコストがかかっていた。重砲心は、発射薬の燃焼ガスを拡散させずに弾丸に伝える、役目を持つ。弾丸は、重砲を身内で、ガスの圧力により加速する。従って、他の条件が同じなら、 重方針が長いほど弾丸の初速は速くなり射程は長くなる傾向にあるもし弾丸が重方針の中を進んでいる途中で火薬の燃焼が終了した場合その時点で燃焼ガスの昇圧が止まるため弾丸の加速も終わりありくにて重方針を離れることとなる逆に弾丸が重方針を離れる時点でなお火薬の燃焼が続いていた場合には 弾丸の後から過剰な火炎が噴き出す恐れがある。基本的に金属で作られる。初期は青銅、黄銅なども使われたが、近代ではほとんど鋼鉄である。高温高圧の燃焼ガスが通過するため、高耐熱性、高強度、高人性を備えた高価な特殊鋼が使われる。中方針には発射時に燃焼ガスの内圧による多大な応力が、 かかるので、それにきっ抗するための様々な工夫がある。これにより、素材や肉厚への要求が軽減され、コストや重量が下がる。銃宝心の断面形左から滑好法、市場法、ポリゴナルライフル現代の銃宝心は、ライフリングしたものが主で、市場銃宝心という。それに対し、ライフリングのない方針を格好銃宝心といい、三段銃、迫撃法、 一部の戦車砲などに使われる。口径をミリメートル、センチメートル、インチなどで20ミリ砲のように表す。かつて弾丸が休憩だった頃には、また、その後しばらくも、慣習的に使用する弾丸の質量から6ポンド砲のような口径表現もあった。単位のない口径は口径長の略で重砲身長が 口径の何倍であるかを表す。五0口径は、重砲身長が、口径の五十倍ということである。ただし、拳銃など小型の銃では1、100インチを単位とした、口径を表す。五0口径は、口径0.5インチということである。ありがとうございます。